それではな、カカシ。うん、いろいろと助かったよ。さて、俺たちもここで解散だ。二人とも、次の任務に備えて体をしっかり休めとくように。はい。そんじゃ俺はばあちゃんとこ行って新しい任務でも受けてくっかな。あんた、高橋先生の話ちゃんと聞いてた？体を休めろって言われたでしょ。何言ってんだってばよ、さくらちゃん。体なら休めただろ、帰ってきながら。はあ、それは休息じゃないし。まったく元気だね、お前は。はあ、俺の方はダメなようだな。前の戦いでチャクラを使いすぎた。次の任務はあいつに任せるか。あれ、イルカ先生。そろそろ任務から帰ってくると聞いてな。どうだったんだ、今回は。あのさ。ってわけで、ガーラもなんとか元に戻ってさ、ほんと、よかったってばよ。あ、どうしたの？いや、これからは木の葉と砂の関係がより密接になりそうだと思ってな。そうだな。まったく、どんどん大きくなっていくな。さてと、そんじゃイルカ先生、俺行くってば。ああ、これからも頑張れよ、ナルト。ナルトか、帰ってきてたのか。なあなあ、なんか新しい任務ってない？お前さっき戻ってきたばかりだろ。休息は？休息ならもう十分取ったってばよ。だから今は元気あり余ってんだ。ああ、なんというやつだ。で、なんか任務ある？たく、ちょっと待ってろ。静電に調べさせる。一つだけナルト君でもできる任務がありますね。よし、それは俺がやってやるってばよ。あれ、お前たちってば。ナルト君。おお、なんか知ってる匂いが近づいてくると思ったら、やっぱナルトだったか。やっぱキバか。それにヒナタも。
そんでお前は。誰だっけ。冗談ならばよした方がいい。なぜなら、それだけでも相手は傷つくからだ。ああ、そのめんどくせえ喋り方は、シノ。なぜ喋り方で判断する。いや、懐かしいな。帰ってきて早々、砂にね。お前も大変だな、いろいろとよ。まあな。それはそうとだ。お前がここにいるってことは、俺らの相手を引き受けたのは、うん、この俺だってばよ。やっぱな。こりゃちょうどいい機会じゃねえか。お前と俺らがどれくらい強くなったか、バッチリ試せるってわけだ。俺の強さ見てビビんじゃねえぜ、キバ。その…オタオタしてんじゃねえぜ、ひなた。ちゃんとついてこいよ。さあ、思いっきり行くってばよ。強くなってんじゃねえか。うん、正直驚いた。厳しい修行だったからな。弱くなってたら大問題だってばよ。本来ならば第2回戦と行きたいところだが、今回。あれ、そうなの。うん、もともと戦術を見直すための手合わせだから。だよ、そういうことだったのか。久々にお前とやり合えて楽しかったぜ。俺もだ。よし、それでは先ほどの反省点を踏まえて戦術の練り直しだ。んじゃ、俺が協力できるのはここまでだな。頑張れよ、3人とも。おう、今度飯でも食いながらゆっくり話でもしようぜ。とりあえずこんなもんかな。一応綱手のばあちゃんに報告しに行くか。
よ。あ、鹿丸、砂隠れのこと聞いたぜ。ずいぶん活躍したらしいじゃねえか。鹿丸はまだ中任試験の仕事が終わんねえのか。ねえ、たくやらなきゃならねえ雑務が多くてな、なかなか暇になんねえぜ。頑張ってくれってばよ。完全に人事だよな、お前。おーい、鹿丸。ナルト、ジョージじゃねえか。ってなわけで、俺ってばさっき砂から帰ってきたとこでさ。ほう、大変だったね。相変わらず食ってばかりだな。お前、昔よりで誰だ。見つかりましたか。ご丁寧にあれほどの殺気を出して俺たちを挑発してんのか。お前何者だ。君が渦巻ナルト君だね。突然で悪いけど君の実力を測らせてもらうよ。だと。おいおい、問答無用かよ。長子、ナルトを援護するぞ。戦闘開始。なんだってばよ、こいつ。力弱いな、君。誰だってめえ。また会うことになるよ、ナルト君。名前はその時にでも。あいつ、一体。長次、やっぱりここだったのね。ったく、アスマ先生が早く来いって怒ってんよ。ごめん、イノ。なんか変なやつが襲ってきて。変なやつ？変なやつってあれ、ナルトじゃない？いや、変なやつってナルトのことじゃなくて。ナルト、おひさ。もういいよ、長次。この空気がめんどくせえ。へえ、そんなことがね。あいつ、初めて見る顔だった。
一体何だってばよ。あ、いたいた。ん？さくら？なんか用でもあるわけ？あんたにじゃないわよ、ナルトに用事。俺に？何？綱手様から伝言があって、新しい範囲を紹介するから屋敷まで来いって。は？新しい範囲？どういうこと？詳しい話は師匠がするって。とにかく屋敷に行くわよ。分かったってばよ。ナルト、気をつけとけよ。何かきな臭い感じがするぜ。あ、第2章、二人の再会。ほらほら、さっさと師匠のとこに向かう。うん、分かってるって。ばあちゃん、新しい範囲ってどういう？どうも。なんだ、もうナルトと知り合ってたのか、サイ。はい。なんでてめえがここにいやがんだ。さっきはごめんよ。これから同じ班の仲間になる人の実力を知っておきたかったんだ。同じ班だと？その通りだ。お前たちとサイはこれから同じ班の者として行動してもらう。なっ。そして、この新生第七班は、ヤマトにまとめてもらう。ヤマトって…僕がヤマトだ。よろしく頼むよ。ちょっと待ってくれってばよ。カカシ先生はどうしたんだよ。カカシは先の任務での疲労が回復しきっていない。しかし、今回の任務は、その回復を待つほど余裕がなくてな。だからこうして僕とサイが新しい班員として選ばれたわけさ。そんな。さて、話を進めるぞ。今回お前たちにやってもらう任務は偵察、そして捕獲を主とした任務だ。捕獲任務ですか。詳しい話はさくら、お前から説明しろ。はい。以前、暁のサソリと交戦した際に、奴のスパイがオロチマルの元にいることが分かりました。そしてそのスパイとサソリが近日中に草隠れの天地橋で連絡を取り合う手はずになっています。なるほど。しかし、それが暁の罠である可能性も考えられますね。確かにな。だが、せっかく手に入れたこの情報をみすみす見逃すわけにもいかん。オロチマル、ひいてはあのウチハサスケの情報が手に入る可能性があるからな。サスケの情報が？ウチハサスケか。確か3年前までカカシ班の一員で、力を求めオロチマルに下った少年だったな。とにかくだ、お前たちには今から天地橋に向かい、スパイを拘束、そして木の葉まで連れ帰ってきてもらう。了解しました。サスケ、別に飯なんか食わなくたって平気だ。ほらよ。
んで、なんでだってばよ。なんで俺なんか。余計なお世話だ。知るかよ。体が勝手に動いちまったんだよ。バカ。なんと、俺はお前とも戦いたい。ナルト。ああ、この任務絶対失敗できねえってばよ。さて、これよりカカシ班は天地橋へと向かう。各自準備が整い次第、木の葉の門に集合だ。Thank you.